私、魔法少女としての覚悟が足りなかったみたいです。これからは、お姉ちゃんみたいに、もっともっと人助けしていきたいです。お姉ちゃんみたいにならなきゃって焦ってたけど、私のやり方で頑張ればいいんですよね。私はあなたと一緒に頑張っていきたいです。聞いてみたかったんですけど、あなたから見て魔法少女としての私ってどうですか？いえ、見た目のことじゃなくて。自分では普段冷静なつもりなんですけど、焦っちゃうと周りが見えなくなるみたいで、私もまだまだ子供ですよね。でも、あなたがちゃんと見ていてくれるので、私は安心して頑張れるんです。これからもよろしくお願いしますね。最近町の平和も保てていますし、よかったら今度一緒にお出かけしませんか？いえ、別に深い意味はないんですけど。魔法ってやっぱり難しいです。焦ったり緊張してると失敗しちゃったり。でもあなたがそばにいてくれるときっとうまくいく気がするんです。少女になって前よりずっと体力がついたんです。そしたらあなたと行きたい場所とかしてみたいこととかいっぱい夢が膨らんで、私欲張りですか？何でもかんでも魔法に頼るのは良くないですよね。大事なのは魔法そのものじゃなくて、魔法を使う人の気持ちだって分かったんです。お姉ちゃんと同じような力を持っても、体が丈夫になっても、私が私であることに変わりはないんだって。あなたのおかげでそのことに気づいたんです。私、心も体ももっともっと強くなって、あなたの隣にふさわしい魔法少女になりたいです。そしてもっとあなたと。
黙って。私、魔法少女になったんだよね。魔法少女になれたのは嬉しい。嬉しいんだけど。はぁ、あ。え？ううん、平気です。ほら、この通り。それより、ほら。今日は魔法グッズを買いに来たんですから、買い物の続きしましょう。ね。変な子だって思われちゃったかな。一緒にいるのに、ため息なんてダメだよね。でも、あの格好を見られると思うと、やっぱり。助けてー！え？私、あの時変身できたんだろう。
何度も失敗したのに。あんたすごいじゃないか。町の大恩人だよ。え、主人を助けていただいてありがとうございました。なんてお礼を申し上げたらいいか。へんてこな格好をしとるが、いや大したもんだて。へんてこ、そっか、私格好が恥ずかしいからって中途半端な気持ちで変身しようとしたから、この人を助けたいって一心でやっと変身できたんだ。恥ずかしいなんて思ってたら魔法少女は務まらないよね。よし、お姉ちゃんみたいにこれからもっとみんなを助けられるように頑張らなくちゃ。よう、魔法少女ちゃん、頑張ってるね。どうよ、調子は。はい、おかげさまで。あれからお変わりありませんか？何か困ってることとか。そうさな、特にないね。母ちゃんにどやされるくらいかな。そんなはずないと思います。何でもいいんです。お役に立てることがあれば、遠慮なく言ってもらえませんか？まあ今んとこは大丈夫だよ。うん、そうですか。それならいいんですけど。あ、ピュアリーしおりだ。ねえねえ、あれやってよ。ピュアリーやろう。今度ね。それより何か困ってることないかな。お姉ちゃん、何だって手伝ってあげるよ。そんなのわかんないよ。ねえ、変身のやつやってよ。それはまた今度。お姉ちゃんはね、人助けする人なのね。だから困ってることあればお姉ちゃんに話して。つまんないな。あ、行っちゃった。え、そんなことないですよ。皆さんのお役に立ちたいと思ってるだけです。きっとお姉ちゃんだったらもっと。マモルだ。またマモルが出たぞ。今の聞きましたか？急いで行きましょう。いた、あの魔物ですね。アンチビーストの一種でしょう。私たちで何とかしなければ。ああ、あんたらちょうどいいところに。見てよ、またあいつらが現れたんだ。悪いけど助けてくれないか？もちろんです。行きましょう。よし、みんなを助けるんだ。お姉ちゃんのように。危険ですから、あなたは下がってください。行きます。ピュアリーアロー！外した！すみません、もう一度。ピュアリーアロー！当たらない！どうしてこんなはずじゃ。キャー！魔物が繁華街の方に向かったぞ！どうしよう、こんなんじゃ、こんなんじゃお姉ちゃんみたいに人助けなんてできないよ。
がみんなを助けるって約束したのに。しまった、魔物がこっちに。危ない、ピュアリーシャワー。今です、この隙に攻撃を。ごめんなさい、私が倒さなきゃいけなかったのに、結局あなたに頼ってしまって。でも、いや、さっきは助かったよ。また魔法少女ちゃんに助けてもらっちゃったね。そんな、私なんて何も。魔法に失敗して皆さんを危険な目に遭わせてしまって。本当は分かってたんです、私なんかじゃうまくできないって。なーに言ってんだい、私たちを助けてくれたのはあんたたちでしょう。私たちが？そうだよ、あんたたちがいなかったら私たちなんてとっくにくたばってたんだ。だからもっと堂々としてな。もっと堂々と。私、初音お姉ちゃんみたいにならなきゃって焦りすぎてたのかな。お姉ちゃんみたいにかっこよく人助けしたい、そんな気持ちじゃ魔法なんて当たるわけないよね。ねえねえ、ピュアリーしおり、さっきのやつもう一回見せてよ。しょうがないな、じゃあ見ててね。こうやって、お姉ちゃんはお姉ちゃん、私は私、この人と一緒に私は私のやり方で周りの人を助けていけたらいいな。もっとあの人とお近づきになれないかな。お話しするだけじゃなくて、もう少し触れ合ったり親密に。でも私からグイグイ行くなんて、そんな勇気私には。そうだ、せっかく魔法が使えるんだから、勇気の出る魔法を使って。ううん、そんなのダメだよ。人の気持ちを変える魔法はご法度だって本にも書いてあるし、それにあの人だってそんなこと。あー、なんで、どうしてここに。今日は絶好のお出かけ日和ですよ、なんて。声に出ちゃってた、どうしよう、絶対変な子って思われたよね、どうしよう。
しよう、早く何とかしなきゃ。できなくて、魔法で直せたらよかったんですけど、失敗ばかりで、その…そんなわけないですよ。だって、私のせいで迷惑かけて、こんな怪我までさせちゃって。私、もっともっと魔法少女として成長して、あなたのことをちゃんと直せるように頑張ります。だから、その時までは…わがまま言ってもいいですか？今日はその体を動かしたいなと思って、レジャー施設とか運動公園とか、無理にとは言わないんですけど、普段そういうところに行かないので、たまにはいいかなって。ダメですか？本当ですか？ありがとうございます。それじゃあ出発。なんだろうこの光。うわっ、こっちですよ。そうですか、いつも通りのつもりですけど。心配しないでください。私だってずっと病弱なままじゃいられませんから。あ、見てください、ほら、あの回るやつ。あれってなんて乗り物ですか？ほら、乗りに行きましょう。はあ、空中ブランコってあんなに早いんですね。見るとやるとじゃ大違い。大丈夫です。ちょっとびっくりしちゃって。あ、あれ見てください、なりきり変身コーナーって書いてある。ほら、貸し衣装がいっぱい。
いろんなのがあるみたいですよ。せっかくなので、ちょっと行ってみませんか？どうですか？嬉しい。魔法少女モチーフなんです。一度こんなの着てみたくて。ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカルなんて見てください。ほら、こんなポーズだってできちゃいますよ。大丈夫です。今日は体力に自信が。あれ？あれ？私、そっか、結局倒れちゃったんですね。ごめんなさい。せっかく心配してもらってたのに。自分でも不思議なんですけど、今日は大丈夫だって思ったんです。いつもあなたに心配かけてばかりだったので、今日は頑張ってみようかなって。すみません。やっぱり私って元気になったらいけない運命なのかな。あ、いたよ。ほら、さっきのお姉ちゃん。え？なんだよ、情けねえ。女は弱っちいな。魔法少女のお姉ちゃん、大丈夫？悪い奴にやられちゃったの？もしかして、さっきの、見てたの？チェッ！さっきはかっけえって思ったのにさ。さっさと、元気になれよな。お姉ちゃん、遊園地の人でしょ？マジカルアロー、またやってね！はい、またあなたと一緒に来たいです。ねえ、二人とも。お姉ちゃん、きっとまた魔法少女になって戻ってくるからね。はい、お疲れ。夢の心地はどうだった？まあ起きたら忘れちゃってるから深く気にすることもないんだけど。しおりちゃん、いつも体調が芳しくなくてずっと悩んでたみたいね。いつもあんたに心配かけちゃってたから、それであんたに元気の姿を見せようと張り切りすぎたのね。しおりちゃんのそういうとこ、ほんとけなげっていうか。分かってると思うけど許してあげなさいね。今回はそんな感じ。それじゃまたね。なんで私こんなところで。いけない、もうこんな時間。起きてください。せっかく一緒にお出かけできると思ったのに、これじゃただの昼寝デートだよ。そうだ、今からカフェに行きませんか？まだ時間はありますし。私、実はおしゃれなお店を。うわー、また魔物が現れたぞ。お姉ちゃんから来。誰か倒せる者はいないか？もうせっかくのお出かけが台無しです。でもなんだか私たちらしいかも。行きましょう。ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカル。